前回までのあらすじ。慶太郎の荷台で失踪、謎の特技披露、そしてクソダサい。おばあちゃんで強えじゃん。おばちゃんへのクレーム。これから、カフェに移動して、今日は曲が上がるので、その曲の、アップの準備をしたいと思います。今日は駄菓子屋さんをしてから1本動画が上がるかなっていう感じです。なんか最近めちゃくちゃ投稿頻度が増えてるけど全然伸びない。結局ルーティン動画って今めっちゃ流行ってんじゃん。なんかルーティン動画とかさ、今まで撮ってみたけどさ、伸びないんだよね。俺こんなさ、家潰れるっていうリスクめっちゃ揃ってるんだからさ、もうちょっと頑張って伸びてほしいんだよね。昼飯にこう食うわけじゃん。これもらったんだけど、たったさ3分でさ、俺の腹をさ満たせるとマジ思わないでね。うまっ。から来るんですけど、子供たちがカステラを作りたいっていう話になったので、卵を買いに行きます。前髪を切られるそうです。確かに長くなってきたからね。え、待って、いった、ね、ねね、パッツンじゃん、ね、またパッツンになるよマジで。ね、ま、ね、坊ちゃんみたいになるから本当に。マジ坊ちゃん、ね、マジ坊ちゃん、ね、ね、ね、それ切ってるって言わない、引きちぎってるからそれ。ねえ。農家さんからほうれん草いただいたので、おひたしを作りました。いただきます。今までさ、紫キャベツももらって爆食いしてたんだけど、最近野菜取ってなかったからさ、美味しく感じる。めっちゃうまい。じゃあ農家さんからもらう野菜ってマジでうまい。おはようございます。これからミーティングです。ちょっと前髪がさ、ちょっと切られすぎて、ちょっと目立ちすぎてるよね。あと10時ぐらいからなんで、もうちょっと待ちたいと思います。帰ってきました。ちょっと髪型やばない。今日はですね、近くに空き家が見つかってですね、再利用したいという方がいて、その空き家をね、ちょっと活用してほしいっていう話をいただいてて、まあそこを含めて、まあ今やってるこの子供たちが、まあ学校行ってない子供たちも含めて、まあ放課後の子供たちも来れるような場作りっていうのを、まあそこでできたらっていう話があって、そこで話してきました。本格的に今授業するようになるかなと思うんですけど、ある程度の家賃が発生するので、まあそこに見込む、そこがちょっとプラスになれるように考えなきゃいけないので、まあちょっとね、事業計画書を作るという話になりました。そんな甘くないじゃん、人生って。うまくさ、物事って進まないから、そこは現実的に考えて、できるところから考えていかないなと思います。嫌な思い出しかないんだよな、いろいろ。でも食べるしかないよね。うわ、きつっ。あ、最悪ついたし、下に。俺だから、これだから嫌なの。あとはこれだから嫌なの。あとはえいき、あー、熱くて味が分かんなくならないようにしてね。あ、後味が無理。頑張れ。うわー、何ちょっと苦手かも。小学生の時とか本当にさ、なんか給食で納豆出る時あんじゃん。ないよ。え、小学校の給食で納豆出たよ。うん、俺出た出た。苦手なものを、いや、なんか一口は食べようみたいな週あるじゃん。本当に無理で。最後に食べたのは小学校6年生。ちゃんと食べたのは小2かな。その時マジ無理だったけど、その時に比べたら大人になったっていうのもあるけど、あ、マジきっちりみたいな感じね。じゃあ我慢してもう一個食べて。いや、それは無理。ずっとゆうやくんに納豆食べさせたい食べさせたいって言ったじゃないですか、うん、どういう気持ちですか。すっきりした。もうそれ以外に何もない。だって俺悪いことした俺。いや、でも自分で言ったんだよ、うん、恨みっこなし、まあ、確かにな。で、一回チャンスもあげたんだよ、うん、もう一回やり直したんだよ。そう、二回やったんですよ。でも最下位にどちらもなったのはゆうやくんだよ。からさ、納豆一粒残して。あ、食べちゃった。あー、もうご飯です。もう一個になっちゃう。なんで聞いてない。完食しました。